よう、キーボー。そりゃいいな。キーボー、前の薬は試してくれたか？アルゴ、試すわけないだろ。なんだ、まだなのか。お姉さんはがっかりだぞ。惚れ薬なんて怪しい薬、使えるわけないだろ。ははん、まさかキーボー、こんな寝室であの薬を飲んでお姉さんに欲情しちゃうんじゃないかと不安になってるんだろう。な、何？俺にはアスナという大事な人が。いやでも可愛いアルゴさんを目の前にして末善食わぬ男がいるだろうかってな。そんなわけあるか。だから怒るなよ。まったくキーボーはからかいがいのあるやつだな。はあ、でもキーボーが試してくれないとなるとどうすればいいんだろうな。俺っちが頼れる男といえばあとはクラインかエギルか。クラインにこんなものを処方したらお姉さんどんなひどい目に遭ってしまうことやら。エギルはリアルにいる愛する奥さんに顔向けできなくなっちまうかもな。ああ、新しい商品を試すのは仮想世界の発展のために必要なことなのに。お姉さん、泣く泣く一肌脱ぐしかないってことか。そう言われて俺が断れないことを分かって言ってるんだろう。なんだキーボー、ようやくやる気になってくれたのか。お姉さんはそう言ってくれると信じていたぞ。じゃあ飲んでみてくれ。ぐいっと一気にな。分かったよ。でも少しでも変な感じがしたらすぐに飲むのはやめるからな。了解了解、頼んだぞ。ねえキリト君。キリト君、もう少しそっち行ってもいい？なあ、いいけど。VR の世界でも、こうしてるとすごく暖かくなるね。現実ほどの情報量はないのに、不思議だな。確かに物足りなさはあるかもね。感触とか匂いとかやっぱりリアルのキリト君からの方が感じられるもの。感触と匂い、改めて言われるとなんか恥ずかしいな。でもこうしてると
情報量は少ないはずなのに、リアルと同じくらいいろいろなことが感じられる気がする。それはきっと私とキリト君がリアルでもこの世界でも同じ心で触れ合っているから。だから暖かくなるんだと思う、心が。ねえ、ギュッとしてくれる？俺もそうしたいと思ってた。嬉しい。すっごく暖かい。幸せだな。大丈夫だって、怖い夢だったんだろ。はい、怖い人に追いかけられる夢で、走っても逃げてもすぐに追いつかれちゃって、助けてって叫んでも誰も助けに来てくれなくて、追いつかれて襲われそうになったところで起きたんです。まさに悪夢だな。怖かっただろう、シリカ。はい、ピナも心配してくれましたけど、それがあってからもう一度寝るのがすごく怖くて。それですみません、思わずキリトさんのお部屋に来ちゃいました。落ち着くまでここにいればいいさ。ありがとうございます。はあ、でも怖い夢ってどうして見るんでしょうか。普段のストレスとかが原因になるって話は聞いたことあるけど、私別にそんなストレスなんてないと思うんですけど。まあ、人によって理由はいろいろなのかもしれないな。そうですね。でもこうして話を聞いてくれるだけでもありがたいです。なんだかキリトさんがそばにいてくれると安心します。そうか、役に立てたならよかった。はあ、安心したらなんだか眠くなってきちゃいました。ちょっとだけここにいてもいいですか？ああ、おやすみ、シリカ。キリト！オーケー！かしら、なんか気持ちよさそうに寝てたからつい眺めてたのよ。リズか。あ、そうか、俺寝てたのか。でも私が近づいて起きちゃうくらいだから、
キリトの眠りはまだまだ浅いってことよね。ん？何を言ってるんだ？実はね、最近仮想世界の寝心地について研究してるの。仮想世界の寝室は無音に設定できるじゃない？だから眠ることに関しては一般的に現実よりも快適らしいのよ。そこからさらに眠りの質を上げるためには、そう、寝具が大事なのよ。枕にベッド、掛け布団のことね。はあ、知ってた？寝具ってアイテムだから加工可能なのよ。私、SAO-ALO と職人として渡り歩いてきたでしょ。だからかな、より睡眠の質を高められる加工方法に今すごく興味があるの。ああ、なるほど。ようやく意味がわかったよ。興味があるって顔をしてるわね。よし、じゃああんたの睡眠の質を上げるためにベッドとか枕のカスタマイズさせてもらってもいいかしら。それっていわゆる実験台なんじゃ。ちょっと誤解を招くような言い方はやめてよ。これも全てあなたにより快適な睡眠をしてもらうため、キリトのためなんだから。はあ、そうですか。